うわ、なんか暇そうな店なんてありません？絶対成功しないです。閉店を考えなきゃいけないかな、近い将来に。ミストの看板、取れるなって思って来てるんで、何か兆しみたいなのを感じてますね。あ、どうです。ミストの件なんですけど、本当、まあ、龍河くんが行くことになって、うん、一安心みたいな感じはあるんですけど。いや、全然ね、一安心じゃないですよ。形になるように頑張るしかないでしょ、もう、それは。なんでトップが考えないんですか、それを。自分が考えるべきでしょ、それ。崩壊寸前だったミスト。軍神は経営陣の意識改革に加え、龍河は教育者としてはすごく優秀。ミストを救ってあげるためには龍河の力が必要。教育者としてリリオン元代表龍河を送り込み、改革に向けて万全の体制が整ったように見えた。しかし龍河が行くことで安定すると思います。ただそれだとめちゃくちゃ時間かかるんですよ。もう今回はもう崩壊しそうなんですよ。あのスカスカな状態でじゃあ初回が入ります。初回どう思います？まあ、なんか暇そうな店なんてありません？まあ、やっぱキャストの人数も少ないんで、そのたくさん今初回も多く入れられないですし。先月の求人に来た男の子の数は何人？5人です。5人？はい。5人はきついね。実は退店するキャストの人数が入店の人数を上回り、軍神はキャスト数減少を懸念していた。求人来ます、お店ガラガラの状態で面接してます、入店します、不安になっちゃうかもしれない。そうです、増えていかないですよね。それ考えて絶対的にやらなきゃいけないから、一気にキャストを増やすことなんですよ。戦略を打ち込んでいこうかなと思ってます。実はちょっと今経営的にも厳しい店舗があって、そこ相談を受けてるんですよ。それはどこの店舗？それはアリスですね。アリス。令和への改元と時を同じくし、エルコレプロデュース第11号店としてオープンしたクラブアリス。それから約5年、店舗拡大という夢を達成できずに経営難に陥っていた。アリスもすごい困ってるんですよ今。経営難に陥っていて、ミストと同じ状態です。リクさんっていう社長がいるんですけど、キャストたちも今ずっとリクさんと一緒に拡大でしようねってずっと思ってやってるんですよ。利益が上がらなかったら拡大なんかできないわけないじゃないですか。綺麗な箱で働きたいんですよ、もっと広いところでって。それも望んでるわけじゃないですか。でミストはミストで今キャストが足りないと。あんな綺麗な箱もあるし規模感もあるのに、でもキャストの人数が足りない。これお互いの意見マッチしてるんですよね。だからそこをちゃんと一つにしてしまえばお互い幸せになれるんですよ。そこをきちんと話して説明をして納得してもらって、あ、じゃあ向こうもそうしたいと思っておなきゃ意味ないんで、そこの気持ちをちゃんと引き出して交渉できたなと思ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。相談をしていたのはアリス社長大崎陸。すごくきつくて、ブレイクイーブンが1400、1500、それ割ってしまうこと、1000割ってしまうこともあったりとか、マイナス分自分で埋めて経営を続けてる状態 で家賃が最近上げられちゃったんですよ。今160万ぐらい。その他広告もモチベーション維持のために最低限やっぱり出したいとか、3桁ポンポンと出て、まあ、運営陣4名の固定費、売上のない人間の固定費だったりでかなりきついかなっていうのが、あまり言いたくないような話なんですけど、最近の現状ですね。なるほどですね。実はアリスを心配した軍神は事前に視察を行っていた。あ、やめて、ちょっと、あ、お疲れちゃん、ちょっといい、ちょっといい、はいはい、え、みんな何を目標としての仕事してんの？やっぱり今、勝手な意見をずっと、マリー社長がしようって言ってくれて、まあ、僕らもそれに、まあ、どういう機会になりたいなって思ってやってる状況ではあるんですけど、まあ、なかなか長い間続けても、目が出てないことかは、下がってしまってるっていうのも、まあ、いるのかなって感じるときはありますね。なるほどね。照明が暗く、閑散とした店内。歌舞伎町のホストクラブとは思えない雰囲気のクラブアリス。どうですかね、もう絶対成功しないです。なんかもうキャストも分かってるんですよ、もう、あ、無理だって、諦めてます。なんか元々のそのキャストの思いが最高の箱で、そこで働きたい、そういう思いで来てるんで、キャスト自体はすごくいいです、やる気もありますし、だからここに火を灯してあげれば彼らはまた走れます。求めていたもの、その場所を提供すれば彼はもっともっと生き生きと働けるんで、でもっと光り輝くと思うんで、正直無理しながらでも今のメンバーで大きい箱行こうよっていうので続けてますけど、
正直閉店を考えなきゃいけないかな、近い将来っていうところまで来てるなって感じてて、うん、閉店という決断、一番そこが最悪だと思うんですよ。何のために俺は頑張ってきたんだよみたいな世界観になってしまうじゃないですか。そうですね、まあ、そうなる前に何か手を打たないといけないと思うんですよ。今ミストというお店があるんですけど、はい、リクさんとあのマキャソン全部ミストの方に入ることができれば3億の内装普通はできない、そこで働くことができるからっていう方向で持っていけたら一番いいのかなと、綺麗なところでやらせてあげたいっていうのは自分の考えでもあるんで、多分リクさんも同じ考えだと思うんですよ。それはそうですね、彼らを作ってあげたいが一番なんで、お客さんを幸せにすることができる環境っていうのをお客さんも幸せにできる環境なので、そういうところも踏まえてやっぱそのミスト、60坪3億何個っていう場所を提供して一緒に働けたら嬉しいなと思ってます。軍神は総工費3億円のミストと合併することでアリス閉店を避けつつ拡大移転という夢を叶えたいと提案した。最高の環境で働けるっていうのはいい未来なのかな、みんなにとって。よく考えさせていただきます。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。合併しようかな、ミストとしようかな、ここ一番ミストがお金かかってて一番いいのよ。仲間が増えて箱大きくなってってできるじゃない。今聞いてみてどう思う？まあいろいろな思い出が、はい、一旦考えるんですか。うん、まあ伝達というか合併しようかなと。どこ？ミスト。ミスト？の箱でってことですか？最初にやりたかったアリスで拡大で見えないじゃない。まあそうですね。今。まあ僕は寂しいと思われるけどね、ちょっとね。そうそうそうです。ありがとうございます。今日は順調で何かやってて。今アリスの中で一番売り上げを上げてて、一番役職でもトップのゆきとくんって男の子がいるんですけど、キーになるのがゆきとくんなんで、納得してもらってミストに入ってもらえたらいいなと思ってるんで、今これから話そうと思ってます。あとです。お疲れ様です。あー、どうも、お疲れ様、お疲れ様です。あとです。アリスのゆきとです。あー、よろしくね。はい、アリスとミストの合併を聞いてどう感じた？あの正直プラスに感じてて、もちろん悔しい点もたくさん、自分がアリスにかけてた思いだったりだとか、アリスがなくなってしまうっていうのは、まあ結果として受け止めなきゃいけないところだなって思うんですけど、自分の目標を掲げてることを達成することが、まあ今まで面倒見てもらった社長への恩返し、そう思ったんで、ミストの顔にこれからなっていきたいなって真剣に思ってるんで、今以上に頑張ろうかなって今思ってます。いいね、なんかその熱い感じ。その思いを今度はゆきとくんからキャストに伝えてほしい。はい、だからゆきとくんが引っ張って作っていったら、そうゆきとくんの力になるから、そしたらその次の未来も作れると思うし、じゃあよろしくね。はい、お願いします。よろしくお願いします。うん、お願いします。うん、頑張ろうね。はい、頑張ります。ゆきさんもよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今回今ここにアリスに残っているみんなは本当に素敵な男の子たちで、みんなで本当に幸せになろうよって思いで走ってきたのも分かってます。でそれが今すごく難しい状態なのも分かってます。だからこそそれを与えたいなと思いました。あくまでもこれはなんか政治的とかお金の面とかではないです。皆さんに幸せになってもらうことが全てです。こうしてやっててよかったな、あの手で働いててよかったなと思える環境を必ず作るんで、それはお約束します。これからよろしくお願いします。おとです。他のキャストたちも陸社長の意向に同意し、正式にミストとの合併が決まった。まあ陸さんに関しては前から仲良くて、あ、そうですね、あの一緒に働いたんですよね、少しの間約半年から1年ぐらいの、はい、一緒に働いて一緒にエリコレ頑張っていきましょうねってやってる仲間だったんで、一番最初のアリスの立ち上げから知ってますし、大変さも知ってるんで、だからこそ今自分の提案を成功させたいなと。そしたらキャストも救われますし、みんなのためになるんで、はい。おはようございます。おはようございます。みんなのね、事前に伝えてあるとは思うんだけど、今回ね、エルコレのアリスさんと、合併する形になります。
アリスも皆さんそれを答えてきてもらっていいですか。じゃあ一人ずつちょっとアリスとしてもらってもいいですか。じゃあ左からお願いします。お疲れ様です。アリスから来ました。ルキアって言います。全然まだ未熟者なんですが、リクター長にずっとついていきたいという気持ちがあって、精一杯やっていきたいと思うので、皆様よろしくお願いいたします。シドロメハルです。よろしくお願いします。内装めちゃくちゃお金かかってね、すごい綺麗だなって思うんで、自分のプレイスタイルとか見つめ直して一つのピースになれるように自分も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様です。アイスから来ましたリクターと申します。最初は悔しいっていう気持ちがあったんですけど、もうやるからには自分絶対に負けないし絶対に本気だし、ミストの看板取れるなって思って来てるんで、みんなで切磋琢磨して頑張っていけたらなと思います。よろしくお願いします。前は現状維持が一生懸命だったんで、その環境でついてきてくれたアリスの子たちがもっとこの環境で成功して大きくステップアップできるようにもそうだし、本当に五木さんが提案していただかなかったらなかったことなんで、本当に感謝してますね。環境はね全部整ってるんで、やるしかないなっていう気持ちで今はいっぱいですね。なんか改めて意気込みみたいな、ちょっと組数が少ないかなっていうところが自分が変えていけたらなって、はい、思ってます。目指すところはエルコレのランカーなんで、まずそこ目指すにはミストの絶対的なナンバーにならないとまずランカーって見えてこないと思うんで、待っててください。必ず入るんで。ありがとうございます。慣れないアリス人をフォローし、教育者として実力を発揮するリョウガ。お疲れ様です。アリスが交流してから相当なんだと思うんですけど、はい、はい、受け入れ体制もすごいできてる感じだし、会話してる中でキャスト一人一人の心構えとか向き合う姿勢とかもかなり変わってきたんで、何か兆しみたいなのを感じてますね。菊池さん曰く、そこからが両方のキーマンみたいなことも、それに関してはどうか。菊池さんが前に言ってた、プロデューサー集団を作るっていう夢みたいなものを僕もずっと聞いて育ってきたんですけど、僕がその第一人者になれるようにしっかり結果を出して一つの組織を作り上げるように僕も頑張っていきたいんで、すごい今気合い入ってますね。今改めてですけど、どういうふうなお店に行きたいとか。最低限絶対やりたいのは、リリオンのマックス初回が300組ぐらいだったんで、まずは200組を切らない初回数、坪数と人数間で言ったら6000万くらいの売り上げがあればまずは第一ステップクリアかなっていうところなので、まずはそこをしっかりアベレージとして作っていく環境と、全員主役みたいな、内勤さんもみんな、運営も一人一人が主役で、そういう未来を作れるお店を作りたいと思ってて、特にねもうリリオン、ディタリオン絶対負けないんで頑張ります。アドです。今後のミストの将来はどうですかね。そうですね、いやそのミスをどうですかねんじゃダメなんですよ。もう絶対やらなきゃいけないんで、男の子たちを応援してる姫様のためにも絶対成功させなきゃいけないし、勝たなきゃいけないです。勝たなかったらそこにいる仲間たちみんな不幸になるんで、なんで絶対勝たせに行きます。だからリョウガキーになってくるんで、リョウガに対してはもうしっかり相当厳しくいこうなと思って、舞台は整ったんでこっから一気に回復していきます。ただ舞台が整っただけであってまだ何も解決をしてないんで、アリスのところも入って今バッと売り上げ上がったりとか不意不意になってますけど、アリスのところのことミスのところもまだ一悶着絶対あるはずなんで、そこはもうここからなんですよね。量がどれだけちゃんと、ね、やっていくかっていうのがすごい大事だと思うので、ここから大きく変わると思うんで、はい、見ててもらえればと思います。そうですね、ミスとか、はい、はい、お願いします。